どうも、翔太です。今日はバンド紹介の動画です。はい、こちらですね、東広島オールウェイズ腹ペコバンド塩木兵衛の2人に来ていただきました。お願いします。お願いします。はい。はい、どうも、オレンジレンジでーす。お願いします。オレンジレンジじゃない、俺らは。はい、オレンジでーす。塩木兵衛でーす。まあ、曲のコツは、まあ、パッ。改めて主要共演の2人に来てもらってます。お願いします。よろしくお願いします。じゃあ簡単に自己紹介お願いします。はい、ボーカルのウェール時代と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい、ベースのコウキです。お願いします。お願いします。じゃあこの2人に、まあ、話をね聞いていこうと思うんだけど、主要共演でも今日ね、この動画で幾度となく潮吹きっていうワードが出ると思うんですけど無事ね潮吹き共演をね、動画これ撮り終えるかっていうのもちょっと不安で、いやこれもうそれも P じゃないですか、うん、いやこれずっとピーってこんな潮吹きでね、潮吹きっていう、そう多分100回ぐらいねこの動画で潮吹き全部 P 全部 P なのかもしれないね。いやもうセンシティブ、ね、センシティブ実際どうなんですかね、マジに引っかかるんですかね。まあちょっと後でね頑張ってみようと思います。お楽しみに。まあバンドのね自体での付き合いは結構長いんだけど、意外とね、知らんことばっかりさ。なんで塩気吠えるっていうバンド名にしたんか、まあ聞いてもいい。いや、もう俺が聞きたいっす、ね、俺も知らない、まあ、メンバーチェンジとかがね、そうです、結構あってからね。うちはでも、辞めたいっつって辞めるんじゃないんですよ、うん、卒業生なんですよ、学校みたいな。アイドルなんですよ。あ、そうです、そうです、うん、だから、就職 して、うん、どっか行っちゃうからもう辞めるし、ざるを得んで辞めてますから、うん、前の岡かっていうね、ボーカルね、前に非常に頭のおかしいボーカルが潮吹き吠えるっていうバンドをやるぞといきなり言ってきたんで、多分あの人のなんかいくつかの名前の候補が自分でおもろいと思ってる候補のうちの多分一つなんで、結論で言うと特に意味はないです。意味はないですっていう感じでね。そうか、だから名前を変えたいって、あ、もう散々言ってるんですよ。なったね。あいつが辞めてる時に、うん、お前は一生背負っていくんや、その名前を。じゃあな、呪いです。呪いの通り、うん、そう、もうここ2年半ぐらいは名前変えたいっていうので揉めてます。なるほどね。あ、でもね、目立ってね、いいよね。塩木ホエールってなって、そう、名前ちょっとはまあ強い、うん、まあまあ、しかも、うん、あれじゃん、まあ、コミックバンドっていうね、まあ、一応くくりでまあやっとると思うんだけど、まあ、なんでコミックバンドをやろうと思ったんかって、まあ実際知らんわけよ。俺が聞きたいっすね。今日メンバーですよね。あ、そうですね。一番無事な状態です。そうですね。なんかそれも、おかかってやつと、あと三村っていう、はい、まあ、前のメンバーね、卒業したメンバーね。そう、もうちょっと辞めちゃったんですけど、うん、そいつらのやりたい曲を やるみたいな、うん。で、その流れで、なんかもう仲いいから、メンバーが、まあ、ふざけたり したくなってくるじゃないですか、だんだん。だからだんだんコミックバンドっぽい感じでやっていこうかみたいなあったけど、なんせおかかはあのラッパーなんで、はいはい、まあね、前の方からラッパーだったんで、普通にメロディーとかがあまり歌えないタイプ、ね、自分でやったことないのにコミックバンド、メンバーでふざけすぎてやろうぜって言った結果ライブで緊張してるんですよ。中級感だったよ。だから何にも面白くなかった。まあ、結局そのまとめますと、はい、友達の延長線上でっていう感じ、結局お遊びで、うん、という、まあ、お遊びでっつったらおかかのせい、うん、だけすべて中学生パワーで言うたらね、そうです、中学生パワーの延長線上のバンドっていうことです。そういうことです。答えは出ました、はい。まあ、今日ねちょっといろんなことを聞こうかと思ったんだけど、はい、この雰囲気だと、はい、ちょっとあまり有益な情報は聞けそうにないので、え、なんでなんで申し訳ないです。今日は基本的にね、緩くね、まあまあ言うても西条でのまあ歴史というか活動自体はさ、結構長くもうやっとるわけじゃん。まあそう、実際ね、知らんやらせてもらってます。まあのんびりかもしれんけど、どうなその俺今ちょっとさバンド今してなくてさ、
どうなんだろう、西条というバンドシーンとかさ、ライブシーンみたいな。そうですね、僕大学1年からここにあった、アミーゴですか、うん、アミーゴに入ってそこからライブするようになるんですけど、うん、アミーゴすごいですよね、打ち上げとかも、まあね、パワーとかも、うん、自分ついていけんのかなみたいなのがやってて、うん、でもそれがどうやら、ちょっと年経つにつれて、アミーゴだけやばいみたいな、ちょっと感じになってきたんですよ。あ、まあ、これは、だから言えば、最後のバンドシーン、昔からながらのやばい打ち上げ、楽しい、面白い打ち上げを受け継いでる。あ、県外バンドはみんなびっくりするもんな。そう、まあ、俺は逆にやばいと思ったことがないんだけど。あ、そこで育ったらどうなんでしょう。その原因作ったのあなたですか。ルーツですか。そりゃそうです。だからそれが逆にその西条のアミーゴってところに慣れてきたら、なんかやっぱ逆に他のライブハウス入るとちょっとね、なんか思ったより熱もないなって感じちゃうところなんで、あんまり言うのも失礼なんですけど、なんかね、自分のところがやっぱ一番楽しいんかな、楽しさ一番でくる、なんかね、故郷やから思ってしまうのかなってところもあるかもしれないですけど、やっぱ西条ってそういう、なんか集まりの強さっていうのは あったかいよね。あったかいし、まあ、それはそれはめちゃくちゃ楽しいし、はい、ってなっちゃいますね。まあこれもうあくまで僕のね、あれなんで、まあ、他のライブハウスでもそれは絶対楽しいとか、もちろんあると思うんですけど、ちょっと僕が最上に結局最初怖っこの先輩らって思ってたのに、結局めっちゃ好きになっちゃったっていう、っていうところまで良かったんですけど、やっぱコロナもあるのか、でもコロナになる1年前からちょっとね、バンドやってる人がちょっと減ってきてるんで、まあ、そうだね、ここはね、ちょっと、なんていうか、気にかかるというか、寂しいよね。ちょっと寂しいところありますね、今は。なんか俺的には、アトッキーよりもちょっと後に、コーヒーがなんかこの、ね、この西条、はい、界隈って言ったんだけど、はい、に、まあ、バンドシーンに入ってきたイメージが。あ、そうですね。まあ、攻撃からしたらその、どんな感じ。あ、俺からしても本当に最初めっちゃ怖かったんですよ、そのライブ自体が。もうライブハウスに行くのも結構もうずっとバツバツみたいな感じで、でもやっぱそうですね、みんなあったかかったっす、やっぱ迎え入れてくれて、最初だけやね、怖いな、みんながしっかり仲間やって認識してくれたっていう、なんなら殺されるんちゃうかと思ったよ。あ、ナイフ持って追っかけられたと思う。それはお前いいやろ。そんなことある。お前その YouTube 見て誰がこと来たいと思うよ。やめときよ。だから嘘です、ね、動画でさ、あのライブハウスというさイメージをさ、はい、まあ、やっぱ怖いっていうイメージ多分あると思うんだけど、はい、それ払拭したいと親は思ってる中での、はい、ナイフを持ってる。むちゃくちゃやもうダメや。払拭も子供はない。嘘でーす。いや無理よ。まあでもほんま先入観もあって怖いってね、まあね、もう最初だけもう入ったらもうこんな楽しいとこ、いやほんまに楽しい、ここしかないわっていうぐらいすごいところ、そうね、そう思います。無理やり歌ってね。いやなんか今ヘッタンがね、まあ本当にやめてないけどね、知らんのもったいないですよね、本当。まあそうだね、でもこういう動画を通してね、この最上のバンドシーンとかね、ライブシーンっていうのを知ってもらえたらと思うけどね、本当に。まあライブも来ないからさ、久しぶりにやってさ、はい、あ、やりました、うん、やっぱ楽しかった。そうで、1年ぶりやったんだけど、うん、やばかったですね、うん、もう最初の緊張感からなんか緊張ってほんま、ちょっと嫌だなとか落ち着き自分とか、ね、むしゃぶるいじゃないけど、っていうのもあったんですけど、違ったんですよ、1年ぶりでそのこのゾクゾク感味わうと、もう楽しいというか幸せというか、これやってなら、そうな、わあ懐かしいっていう思いでならんかったっす、そう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 、マジで。結局緊張なくね、うん、ライブなんかめちゃめちゃやったもん。すごいけど滑りましたもん。なんかコミックバンドならではの失敗なんて、もう俺は普通のバンドやっててさ、まあ、ネタとかないじゃん。まあ、普通にバンドやってたら別にそのネタをぶっ込むとかいうのもないないですね。なんかそれコミックバンドならではの、まあ、失敗談とかさ。あれば教えてほしい。台本作ってるんですけど。あ、そうなんだ。作ります作ります、うん、やっぱね、台本通りにやったら結局おもんないんで、うん、台本にあらかた5、6割埋めとくけど、うん、ここになんか例えば練習中にすごい自信持って、うん、これはおもろい、うん、これはウケるで、うん、って台本に書いた瞬間めっちゃ滑るんだ。だから絶対に
あのほんまお笑いとしてやらなあかんところは、うん、あえて開けとくとか、うん、なんかそれは失敗したから学んだこと。そうだね、その場でインスピレーションの方が、そう受け狙いのところは割とその場その場で空気がやっぱ、まあ、あるんですよ、そのタイミングの。あとまあやっぱコミックバンドなんで、どうしても合わんイベントってね、絶対あるんですよね。めちゃくちゃハードコアバンドばかりうわーみたいなイベントにね、ポンっていやーって、いや厳しいですよほんまに。でそう歌もんが逆にあれが笑ってくれへんから、あー、まあね、あれ俺ら、まあ、あいつらね、恋だの愛だの歌ったの、そうそう、恋だの愛だの言ってる時に俺ら金が欲しいとか、お腹減ったとか、クソみたいな歌詞書いてるから、ね、クソみたいな、ね、浮くのも強みっちゃ強みではあったんやけどね、うん、弾いてるときほんまに弾いてるから。いや、そうなんよ、あれ前見たくないもん俺あ、無理だね。そう、だから失敗か、まあ滑ったって失敗っちゃ失敗やけど、普通のバンドだとなかなかないよ曲で滑るでもね、これまた滑ったで美味しいときもある。滑り笑いっていうのね、その日に自分らが馴染めんかったっていうのが一番あ失敗で、それやっぱどんなバンドでも割と共通だと思うんですけど、コミックやからって言ってあんまり特別 なんか失敗なんとかじゃないかもしれない、やっぱバンドだけ、ね、やっぱ結局バンドなんて、ね、結局バンドやもん俺らバンドやってバンドなんやなあくまでもバンドやまあ、はい、せっかくここに今日なんか物販とかが、ね、一応持ってきました、まあ、ちょっと告知なんかをしてもらっても、はい、告知、こちらファーストアルバムでございます。9曲入りですね。なかなか大盤振る舞い、ファーストで9曲ってやばくないですか。しかも1回1枚目か、これ初めて私が出した CD ってこれですね、このボリュームで。メンバーはね、もうこの時5人なんですけど、もう3人いないんですよ、うん、前のボーカルの時のね。そうだから今僕らが、ライブしてもこの曲とライブの曲が全く違うんで、そうだから、あ、この今日、ライブ見てめっちゃ白木ホイールよかったな、買おうと思ってもね、これには一切覚えてないんでこれは買わなくていい。これいらないです。これいらないです。手に取らないでください。はい、次です。2枚目。でこちらはファーストシングルです。普通こっちから出すべきなんですが、マジでやるね。そう。今のメンバーでのこれは1人抜けましたが、まあまあこれはもうほぼ打ち手でもいいですが、1個問題があります。ミックスしたのが僕なんですよ。ああ、セレブの理由ですね。そう。なんか俺いけんちゃうかって舞い上がってた時にミックスしたんで、今聞いたらズタボロでしたこれもね、ちょっと買わなくていいです。買わなくていいです。ちょっと金払うもんではないかと。いらないです。はい。で、これですね。まあ、これはね、これが最新やな。セカンドシングル。うん、これは買ってないし。ここでは買ってください。ライブハウスの人がミックスしたんで。うん、ちゃんとしたね。そうちゃんとして、ね。ちゃんとした。うん、まあこれはね、まあマストなんでぜひ買ってください。そうこちらダラ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 です。こちらよかったらお願いします。あとちっちゃいもので言ったらキーホルダーがあります。可愛い。これはいいね。これ可愛いと思います。うん、この辺ね、これ300円かなぐらいかな。はい。で、あとこれは、一応値段100円ってついてるステッカーなんですけど、うん、まあ当日僕らにね、直接お会いできたらもうそのまま渡したいなと思ってるようなんでね、あったとかじゃあゲットしてください。そうですね、もうこれ100円とか別にいいんでね、まあ以上でございます。はい、以上ですね。はい、まあ、あれだね、なんでしょうか、なんもう今この瞬間でさ、何の話をしたか全く覚えてないなんでなんすか、結構あったんやろな、いや結構濃いと思ってうまかったんかかもしらん。まあまあ、東広島で言えば重鎮の白木ホエードを、そうですよ、そうなんです、紹介させていただきました。そうですよ、本当に。なんか最後にあれば、うん、俺特にないっすねだから薄いと思われるドラムと、今ギターがいないんで、ああ、ね、募集で言っとけ、それ言っとけそれちょっと、募集したいなと思っております。コミックバンドやからギャグやらなあかんとかあるかもしれないですけど、まあ、基本的には楽しくライブをするっていうことがメインなので、もしよかったらね、うちに、入ってもらえたらっていうことで、まあ、もしね興味を持つ方がいれば、はい、この2人にね連絡してもらえればと思うんで、はい、まあ、概要欄にTwitter とかね、まあ、もどもど貼っておくんで、ありがとうございます。チェックしてみてください。はい、まあ、じゃあ今日はね、東広島、はい、ハワペコ、オールウェイズオールウェイズ東広島オールウェイズハワペコバンド白木ホエード紹介させていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。
バイバーイ。バイバーイ。